はい、皆さんこんにちは。ランダムチャンネルへようこそお越しいただきましてありがとうございます。今回はですね、トップランナーの走り方研究でまたリクエストをいただいてた選手をちょっと取り上げたいと思います。で、今回取り上げさせていただく選手っていうのはですね、井上大人選手です。はい、この井上選手のね、走りをちょっと今日は解説をして、でそのまあ真似の仕方というところも少しでもお話をできたらなと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。ということで、まあ早速ですね、もう井上選手の本題に入っていきたいと思いますが、経歴からちょっとチェックしていこうと思うんですけど、井上選手はですね、1993年生まれの長崎県出身の選手です。なので私の2個上ということになるんですけどね、私は1994年生まれ、あ、1個上かっていうところですね。全然年が変わらない、同世代のね、あんなすごいランナーがいるっていうのがもう誇らしい限りでございます。高校時代は、私が調べた限りは特に目立った成績はなかったというところなんですが、大学はですね、山梨学院大学に進学されて、そこからメキメキと頭角を現していったというところですね。まあ、箱根駅伝はね、区間賞こそなかったんですけれども、毎回区間上位には食い込んでいったというところで、非常に力のあるランナーで、学生時代の最も大きな功績っていうと、やっぱりね、世界ハーフマラソンで日本代表で出場されたというところじゃないかなと思います。学生のね、もう日の丸を背負った選手というところです。でその後はですね、地元長崎の三菱、地元長崎にあります MHPS という会社に就職されました。 MHPS っていうのは三菱、MHPS っていうのは三菱日立パワーシステムス、まあ、そんなような会社なんですけれども、まあ、こちらに就職をされて、そこのマラソン部員の一員として今ね、活躍をされているということなんですが、実業団に行くと大学時代からさらに輪をかけて、マラソンの力に磨きがかかったというところですね。でこの井上選手はどちらかというと長い距離に適性がある選手なんですね。で高校時代なぜ目立った成績がなかったかっていうと、多分高校の最長距離って基本的には 5000m なんですよ。で駅伝になったら10キロが最後、それでも10キロなんですね。でも大学に行くと、まあ、大体箱根駅伝でハーフマラソンぐらいの距離を走るようになってくる。で実業に行くと今度フルマラソンを走ったりする。長くなればなるほどね、力をこう発揮していった選手 でそれってどういうことかっていうと、長くなればなるほど力を発揮しようと思ったら、それだけね、練習量もしっかりもっともっと積んでいかないといけないんですよ。でそれに耐えうるような体を持っていた、そして何よりもそのハードなトレーニングを耐えれるような、そんな走りをしていたというところなんですね。で井上選手の走りというのは、事実無駄のない経済的な走りっていうのが特徴的な選手です。でこの走りっていうのはですね、市民ランナーとしてもぜひこの要素は身につけておきたいと。でこれを身につけることで、トレーニングをもっと充実して積むことができるし、レースにおいてもですね、後半に落ちないような走りをね、身につけることができますので、ちょっとパクってみませんか。とまあそんなね、年を重ねるごとにどんどん強くなっていく年功序列型ランナーの井上大人選手の、まあ、その走りのね、真似の仕方、特徴っていうところはこれから解説をしていきますので、ぜひこのまま最後までお付き合いください。はい、では早速井上選手の特徴1個目から入っていきたいと思いますけれども、1個目の特徴としては腕振りはパセリだというところですね。井上選手の腕振りはパセリなんですよ。これどういうことかというと、井上選手の特徴としては、まるでね、腕振りはね、パセリのようにね、主張しないんですよ。わかりますかね、ちょっと飾り物って出るわけではないんですけど、腕振りの主張はね、そんなにないというところが井上選手の特徴なんです。ちょっと事実ね、この動画を見ていただいて、私ちょっと真似してみたんですけれども、まあね、ちょっとこう、どちらかというと体の前で振るようなね、腕振りが特徴的です。で、あんまりね、こう、バーって振るっていうよりかは、引く動きもなく、でも押す動きもなくっていう、そういうのがね、井上選手の特徴かなと思うんですけれども、その分ですね、とってもリラックスした走りで、無駄がないと。それがね、この走りの無駄なさはこの腕振りから来てるんじゃないかなと思いますし、これをですね、どうやって身につけていくかっていうところのね、ポイントなんですけれども、例えばね、腕振りの位置なんですけど、これ拳の位置がね、骨盤の、まあ、大体3センチぐらい上を行くとぐらいのところで振るといいんじゃないかなと思います。そんなに高くもなく低くもなくというところで、まあ、ちょうど本当教科書のようなね、あの走りをしているなというのが井上選手の特徴であり、軽く振るっていうことを意識してもらうといいんじゃないかなと思います。てか振るっていうよりかは、もう体の動きに合わせてもうか腕も動いてる、一緒に動いてるみたいな、そんなイメージでやるとすごく井上選手っぽいなんかパセリのような腕振りになるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、これをですね、いきなりテンポ走とかスピード練習で入れるってなるとなかなかしんどいと思うので、まずは LSD とかジョグとかゆっくり走るようなトレーニングからこれを試してみてもらって、で慣れてきたらですね、徐々にスピードの練習でもこの腕振りをやってみるということでやってみたら、すごくですね、徐々に自然に身についていくんじゃないかなと思います。はい、でもう一つの特徴なんですけれども、これは接地時間の短さですね。井上選手って接地時間すっごい短いんですよ。すぐ次、すぐ次、すぐ次みたいな感じでね、次は足がどん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 出ているということなんですけど、これも非常に経済的な走りにつながっているんですね。なぜかっていうと、足がついてすぐ離れているということは、地面からの反発をうまく使っているということになりますので、これは非常に素晴らしい走りだと思います。
で、これを可能にしているのは何かっていうと、腰の真下でしっかり着地できているというところなんですけれども、プラスですね、もう一つあるのが地面と平行にいっていると、まあ、フロントってことでもないんですけど、まあ、ミッドフットかな、なんかこう足の真ん中ぐらいでこう設置しているというところが特徴的なところです。この足の設置については何で身につけていったらいいのかなというところなんですけど、まあ、動き作りで身につけていくのがいいんじゃないかなと思います。例えばその場での足の入れ替えジャンプですね、まあ、いわゆるですねこういう動きですね。で、足がついた瞬間に離していくというところなんですよ。っていうこういう動き作りちょっとやってみたりとか、あるいはもも上げですね、その場でちょっともも上げをしてみる。でもも上げもですね、こうできるだけ腰の真下のところで着地をする。まあこうだったった、あの こんなところで着地したらダメですよ。こんな前のところで着地するんじゃなくて、ほらさ、コザクダンクスみたいになりますからね。でコザクダンスにならないように腰の真下に着地する。こういうところをちょっと意識してみるっていうのもすごい有効だと思いますし、あともう一つね、いいなと思うのがかかとの引き付け、これ、この動きっていうのも非常にねいいと思います。でこれらを各10秒から20秒ぐらいを、まあ、3セットぐらい練習の前にちょっとやってからジョグに行くとか、まあ、そういった動き作りをやっていくことで、まあ、自然にこの腰の真下でしかも短く設置するっていう癖がついていくんじゃないかなと思うので、ぜひ試してみてもらえたらと思います。ということでね、まあ、井上選手の話ちょっとまとめますと、まあ、それぞれパセリのような腕振りっていうところでね、主張しない、あの本当に無駄のない腕振りと、あともう一つね、設置時間を短さ、反発をうまく使って走る、腰の真下で設置する、まあ、こういったところの特徴から非常にこう経済的かつ無駄のない走りっていうのを実現されていて、でこれによってですね、年齢をどんどん重ねていくにつれて体もしっかりと、それに伴って出来上がっていく年功序列型ランナーになっていったというところでね、どん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 末永記録を伸ばされているというところじゃないかなと私は思っております。いかがでしたでしょうか。今回はですね、私のランナーラブチャンネルではこのようにトップランナーの研究をさせていただきました。あともう少しリクエストいただいている選手がありますので、その選手をね、あの徐々に徐々にこう動画にしていきながら、さらに新しくリクエストをお受けした場合はそれもね、あのぜひ動画にしていきたいなというふうに思いますので、リクエストどんどんお待ちしております。そして気に入っていただきましたらチャンネル登録も忘れずにお願いいたします。すでにチャンネル登録いただいている方本当にありがとうございます。皆さんの応援のおかげで私今日もしっかり動画を撮ることができました。ということで、また次の動画でもお会いしましょう。さようなら。